LP300LP400S e x a サンダー TS LT600 アラベラデラックスロイトは1908年にドイツで創業したノートドイチャウトモビールウントモートーレン GMBH 及びその後継の自動車ブランド名である後にはメーカー名にもなった同社は北ドイツロイド海運会社の子会社であり工場はドイツブレーメンに置かれたなお イギリスに1936年から1951年まで存在した自動車メーカーロイドとは関係がない。最初のロイドはクレガー電気自動車のライセンス生産であったが、1908年にはガソリンエンジン 3685cc モデルも登場した。1914年、ロイド社はハンザと合併、ハンザ、ロイドベルケージーとなる。 新会社が製造する乗用車の大半はハンザの名で売られ、犯罪コールロイの名が与えられたのは、商用車だけであった。わずかな例外は6気筒 4000cc のトレフ、エースと8気筒 4600cc のトルンプエースという2種類の高級乗用車で、これらは、犯罪コールロイなで販売された。1929年、 カール・ボルクバルトが同社を買収すると、ロイトの名は一旦消滅する。1950年、ボルクバルトグループ内に、ロイド・モート・オーレン・ベルケ・ GMBH が設立され、ロイトの名は、超小型乗用車、商業車のブランドとして復活する。最初の製品、ロイト・イル・ P300 は、木骨に布を貼ったボディを持っていたが、1954年に、ロイト・イル・ P400 が登場するまでに、 徐々にスチール製車体に切り替わっていく。ドイツの旧カル免許保持者向けのロイト250も作られた。こうした小さく安いロイト車は第二次世界大戦敗戦で疲弊の極みにあった当時の西ドイツ社会にはマッチしており、かつロイト各社は全輪駆動方式の採用などにより比較的快適性、信頼性が高かったことから人気を博した。 1950年代には、フォルクスワーゲン、オペルに次ぐ西ドイツ国内第3位の販売実績を記録した。LP400 は、日本にも安全自動車が総代理店となって、数台が輸入され、鈴木自動車工業株式会社が最初に開発した1955年のスズライトの設計に大きな影響を与えた。 また富士重工業も1958年発表のスバル360の開発に際し、近似クラスである LP400 のパワーアイユニットを試作段階でのテスト用に利用している。日本の軽自動車開発の歴史に影響を与えたモデルといえる。その後1959年には水平対向4、気筒エンジン搭載の前輪駆動モデル、アラベラを発売。 西ドイツ経済の安定を背景により、上級クラスへの移行を目指したが、エンジンやトランスミッションなどの初期トラブルが多発したこともあって、販売は軌道に乗らなかった。ボルクバルトグループが1961年に経営破綻し、ロイトの名は姿を消したが、最後のモデル、アラベラのみは、ボルクバルト・アラベラの名で1963年まで生産が続行された。 主なロイト各社の生産台数は、300系が18,087台、400系が109,878台、250, 系が3,768台、600及び、アレクサンダー系176,524台、アラベラ系47,549台である。ありがとうございます。